皆さんこんにちは。パルテノンタマ学芸員の千里です。本日はみんなの植物観察会で3月9日に歩く予定だった南多摩稲城市の城山周辺を歩きまして、そこの辺りで観察できる6種類の植物の解説をしたいと思います。現在南武線の南多摩駅にいますけども、こちらからずっとちょっと歩きまして、こちらですね、城山公園の方に行ってみたいと思います。城山公園に到着しました。公園と名前がついていますけれども、もともと開発前にあった里山を生かした公園ということで、園内には広い雑木林があります。でまたですね、この中には大丸野草の会という会が管理している野草園がありまして、植えられたものとかもあったりはしますが、様々な種類の野草を見ることができます。図書館の脇の道を上がると、広い谷のようなところに出てきます。その谷の右側の方ですね、白い花が咲いています。はい、こちらはですね、白雪下士という植物です。でこの植物はですね、中国原産の植物で、こちらも、山野草の会が植えられたものが増えたものなんですけども、花が満開の時はいっぱい白い花が咲いて綺麗なんじゃないかなというふうに思います。このような葉っぱをしていまして、毛は生えてなくって、葉の裏なんかこう白い感じですね。少しこう光沢は強くはないんですけども、蝋を帯びたようなそんな感じの質感の葉っぱになっています。このようなハート型ですね、こういうふうに地面に広がっているので、これは地中に横に伸びる茎があって、そこからこうどん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 増えているというような状況だと考えられます。こちらの方はまだつぼみなんですけども、花の茎、花茎を上げて、その先にいくつかの花をつけるような感じになっています。花びらは、白雪下士という名前の通り真っ白な花で、花弁が4枚ですねあります。で真ん中の方にはたくさんのおしべがあって、真ん中にめしべがあります。雑木林の下に生えている低木なんですけども、こちらですね、春先、本当に早いと2月ぐらいから咲き始めるんですけども、こういう形の釣り鐘というんですかね、花がたくさん咲く植物なんですけど、こちらウグイスカグラという名前の低木です。スイカズラの仲間になります。花はですね、こうやって下向きに咲いて、中を見ますとピョーンと飛び出ているのがめしべで、この開いているところの付け根におしべが1,2,3,4,5 本見えますね。花びらも5つに、分かれていますね。はい、でこの花を下向きに咲くの花で、春先に蜂が飛んできて花粉を運んでくれるというふうに考えられています。花が終わると5月ぐらい、6月ぐらいですかね、赤い実がなって薄甘い味がして食べられます。今度はですね、谷の向かって左側の方の斜面の横なんですけれども、まだら模様の入った葉っぱが見えますね。これなんだかわかりますでしょうか。もう、花が咲き始めてまして、これわかりますですが、ピンク色の花、カタクリです。こちらのカタクリは植えられたものがたくさん増えているのかもしれないんですけれども、多摩丘陵にはもともとカタクリは生えていました。カタクリはですね、スプリングエフェメラル、春植物としてよく知られている植物で、落葉紅葉樹林の下の方に見られまして、落葉紅葉樹林だと春先はまだ葉が落ちていて明るいんですけども、その時に出てきて花を咲かせ、さらに光合成をして養分を蓄え、そしてカタクリというのはちょっと北の方の植物ということなので、暑さが苦手なんですね。
なので暑くなってくるともう葉っぱも枯らしてしまって、それからずっと次の春まで地中で休んでいるという、そういう生活を持った植物の一つになっています。花がですね、すごく綺麗で、しかも群生しますので非常に人気がありますね。まだもうしばらく咲いていると思うので、早めに来られましたらば、カタクリの花まだ見ることができると思います。この辺りはちゃんと下草を刈り取っているので、このようにカタクリが生えることができるんですけども、ちょっとこうやって上の方を見ていただくと分かるんですが、下草を刈り取らないとですね、こういうふうに、これアズマネザサという笹なんですけども、たくさん生えてきてしまいまして、でそうなってくるとカタクリも生きることができなくなってしまうんですね。で昔は雑木林はですね、人が管理していて、林の下も非常にすっきりとしていたので、人の管理する環境にうまく適応して長く昔から来てきたという、そういう植物になりますね。であともう一つちょっと気になるところがあるので紹介したいと思うんですけど、この横に生えているのはコナラの大きい木ですね。はい、この辺りの雑木林はこのコナラとか、あとクヌギがよくあるんですけども、去年からですね、これ分かりますでしょうか、ちょっと黄色っぽいものが見えますが、これ木の細かいクズなんですね。これナラ枯れという症状が出ています。これはカシノナガキクイムシという昆虫がこの中に入って、でさらにですね、この昆虫と一緒に、ナラ菌というのがこの材木の中に入ってしまうんですね。でそうするとこの木が枯れてしまうということで、昨年の夏から点々と多摩丘陵で枯れているナラの木を見かけるようになりましたが、もっと全国的にはそれの前から広がっていて、いよいよ関東地方にもナラ枯れが上陸したんだなというふうに感じました。でまだこれおそらくですね、これから広がっていくと考えられ、この木ももう枯れることは間違いないと思われます。で他にもですね、周りのコナラありますけども、こちらも無事にナラ枯れに合わずに進むかどうかちょっと心配なところです。谷の入り口の左側の方ですね、低木があります。これが非常に珍しい植物ですので紹介したいと思います。今ですね、ちょうど花も咲いてるんですけども、これはヤブサンザシという植物です。ヤブサンザシは以前ですね、雪の下科というグループだったんですけども、今は DNA の研究が進んで科の組み合わせとかが変わっておりまして、現在はこのヤブサンザシはスグリ科というグループに入っています。こちらちっちゃい花が咲いてて、皆さんが観察する頃に残っているといいなと思うんですけども、オカブとメカブと分かれておりまして、それぞれ性が違うんですね。でこちらの花なんですけども、よく見るとですね、これパッと見はおしべとめしべがあるように見えるんですね。ただおしべがすごく小さくて、そこから雌花であるということが分かりますので、こちらはメカブということになります。オカブもですね、同じようにめしべとおしべあるんですが、もっとおしべが花の時大きくなりますね。葉っぱは上陸ではなくて春になって出てきた若葉になると思うんですが、ちょっとこう切れ込みがあります。でこの切れ込んだ葉の形がですね、サンザシという植物と似てるからヤブサンザシという名前がついたんですけども、このサンザシの方はバラ科の植物になりますので、全然違うグループの植物になります。だから花もサンザシとは全然違う花なんですね。このヤブサンザシは多摩丘陵だけでなくて、まあ、全国点々とあるんですけども、なかなか多くなくて見る機会がありません。多摩丘陵も時々見かけますけども、本当に少ないと思います。でこのようなすごく行きやすい場所で観察できるっていうところは少ないと思いますので、ぜひですね、この珍しいヤブサンザシを観察していただけたらと思います。はい、ちょっと地味な植物を紹介したいと思います。こちらの植物ですね、この城山公園の雑木林の下に点々と生えているんですけども、こちらはですね、ヒメカンスゲと言います。
カヤツリグサ科のスゲ属というグループの一員なんですけれども、割とこの多摩丘陵ではよく雑木林の下で見ることができるスゲの仲間です。で、今ちょうどですね、花が真っ盛りになっておりまして、皆さんが観察に来られる頃にはもう花はちょっと終わってるかもしれません。すごくこれ目立つのなんだろうかと思いますけど、今ちょっと見えましたか？触るとですね、これ花粉が今飛んだんですね。スゲの仲間、雄花と雌花と分かれてるんですけど、先っぽの部分が雄花がいっぱい集まった穂になってるんですね。で、この下側にちょっとこう白い糸のようなのが出てます。こちらの方は雌花が集まった穂になっています。で、こう分かれてるんですね。今ちょうどどちらも咲いてる状態ですね。雄花のこれおしべの部分ですね、これがすごく目立つ状態になっているってことです。この雌花の方の白っぽい糸のようなものっていうのが雌しべの先の部分、中頭、柱の頭と書いて中頭なんですけど、その部分が出てきている状態です。葉っぱはこういうふうにね、細い葉っぱですね。だいたいスゲの仲間はこういう細い葉が多いですね。ヒメカンスゲっていう名前の通り小さめで、カンスゲっていうグループがあるんですけど、これは常緑で冬も緑色だからカンスという名前がついています。でですね、花の茎の花茎のところどころですね、この節になっている部分にちょっとこう色がついてるんですね。それで緑とこう茶色のだんだら模様になっているような感じがヒメカンスゲの特徴になります。この花が終わると実ができるんですが、ちょっとそのまた実も独特で、袋のようなものに包まれた中に種がつくんですね。で、これはまだもう少し観察できるのは後になると思いますけれども、ぜひですね、3月に来た後、まあ、その後機会があったらまた別の季節に見ていただくと、その実も観察することができると思いますので、観察してみてはいかがでしょうか。最後にご紹介したいと思うのがこちらです。このね、ハート型の葉っぱですけども、こちらはですね、多摩丘陵とその周辺でしか見ることができない、全世界ですね、その地域でしか見ることができない固有種の多摩のカンアオイです。多摩のカンアオイですけども、こちらのカンアオイっていう植物のグループの一種になるんですけれども、カンアオイの仲間ですね、日本には全国各地にいろんな種類が生えてまして、それがですね、みんなそれぞれ狭い地域に固有の種類であることが多くて、広く生える種類というのはあまり多くありません。で、それが何でかっていう理由としてよく言われるのがですね、これ葉の付け根ですけど、今ねこれ新しい葉っぱが出てきてますけど、そのさらにここに付け根ですね、これ花がついてんですね、つぼみです。今わかりますでしょうか、ちょっと地味なんですが、はい、これ花が咲いてもすごく地味なもので、まあ玉のカンアオイだと赤紫色っぽいような色なんですが、こういうふうに葉の付け根の地面すれすれに花をつけるんですね。そうすると実ができてもあんまり遠くまで種を移動させることが難しいということで、移動能力がそんなに高くないということから、それぞれの地域が隔離されて、この隔離されたところで固有の種になったというふうに言われています。葉っぱの特徴としては、表面に凹凸があります。葉脈の部分がへこんでいて、それによる凹凸のようですね、でこぼこしているんですけども、そんなにこうなんか強い光沢があるわけではないので、皮のような質感の葉っぱになります。そしてこの葉の表面にこう白っぽいこう模様がありますね。これは斑が入っているっていう風な言い方をしますけれども、この斑の模様の入り方はですね、個体ごとに違っていて、いろいろな模様の葉っぱが見られたりします。またこういう斑が入らない葉っぱっていうのもありますね。玉のカンアオイはですね、やっぱりこの雑木林の下に昔から生えていて、最近多摩丘陵どんどん雑木林が少なくなってしまっているので、それに伴ってこの玉のカンアオイの個体数も
減ってきているというふうに言われており、レッドデータブックに掲載されている絶滅危惧種になっています。あともうですね、この地域から絶滅してしまったんですけども、ギフチョウという日本固有の蝶々がいまして、その蝶々の幼虫はこのカンアオイの仲間を食草としていました。で、多摩丘陵でもこの多摩のカンアオイを食べていたんですが、1960年代から70年代ぐらいですね、絶滅してしまったようで、今は見ることができません。この地域でしか見られないという植物ですので、ぜひ見つけて観察してみてください。運がいいとですね、4月ぐらいに来ればですね、花が見ることができると思います。